源氏物語、源氏物語の登場人物、光源氏、光源氏は、紫式部の物語、源氏物語の主人公、平安時代の苦行、一世源氏、この絵中将大将、大納言、内大臣、大上大臣、順大上天皇を歴任、広大な四条の邸宅を造営し六条院と呼ばれる、源氏物語五十四条中、第一条、 ひりツボから第四十条、幻まで登場する。なお、光る源氏とは、光り輝くように美しい源氏を意味する通称である。架空の人物であるが、様々な実在の人物をモデルとする説が、唱えられている。モデルには、最も有力候補で、老い立ちや境遇が似ている、源の通る説の他に、その父にあたる佐賀天皇や醍醐源氏、厚喜び神皇、 藤原道長、藤原恒地下、玄光、藤原實方など多くの人々の名前が挙げられている。その人物以外の他の平安貴族、有原の雪平、有原の成平、菅原道真などの古事なども用いて脚色されていると考えられている。霧壺帝の第二王子として京都に生まれる。母は霧壺行為。 幼少の頃から輝くばかりの美貌と才能に恵まれ、光くんとあだなされる。母は三歳の時亡くなった。母に似る女性藤井壺への死母が初恋となり、その面影を求めて、生涯様々な女性と関係を持つ。父霧壺三角は光る君を闘遇とすることを考えたが、実家の公園がないことを危ぶみ、また光る君が定位につけば国は乱れると、 高来人に予言されたこともあり、親戚降下させ、源氏の姓を与えた。坊母に似ているとして、父帝の高級に入った富士坊主体、ついに一線を越えてこうなすが、三通の事実は世に知られることはなかった。この三子の東宮時代から貢献として支え、即位後に、冷静帝が事実を知り上位を考えた時には、古事したが、後に進化を超える。 順大上天皇を与えられた。以後、その邸宅の名を取って六条院と呼ばれる。正妻は最初元服と同時に結婚した、左大臣の娘葵の上、後に、兄須作院の王女、女三宮である。しかし、源氏が理想の女性として育てた紫の上が、葵の上の死後事実上の正妻であり、多くの夫人の中で、彼女への愛が最も深かった。他、 源氏の側室、愛人としては、六条宮須所、うつせみ、優雅を、末つむ花、おぼろ月夜、花散る里、と、あの味方などが登場し、いとこの朝顔サイや六条宮須所の娘の前、五木の宮にも心を寄せた。宿用の占いによれば、三人の子供をなし、一人は帝、一人は中宮の真ん中の劣った者も、大乗大臣となると言われ、これは、 富士坪の子霊勢帝、葵青の上との間に生まれた長男の夕霧、赤氏の味方の娘である赤氏の姫君の三人により、実現した。ただし霊勢帝の出生は肘であり、また公的には、女三宮の産んだ香るが、源氏のことされている。このほか、六条おみやすどころの維持、秋吉中宮のと、頭中将と夕顔との娘、玉かずらを養女とした。 兄の須作帝即位後、その外赤である右大臣、古紀伝領後派の圧力や障子となっていた、おぼろきよるとの修文もあってすま、後に、赤市へ引退。この時、赤市の味方と結ばれ、後の赤市の中宮のとなる姫君が誕生する。岐郷後は即位した、霊勢帝の貢献として復帰、秋吉中宮のを幼女に迎えて、霊勢帝の記載とした。 その後大城大臣となった源氏は、その映画の象徴ともなる広大な四町の邸宅、六条院を造営した。西南の秋の町は秋吉中宮のの利邸に、自らは東南の春の町に紫の上や赤市の姫君と住んだ。また、東北の夏の町には花散る里西北の冬の町には赤市の君を廃し、さらに二条島院にも、 かつての愛人たちを引き取って、世話をした。40歳を迎えたのを機に、冷静帝より順大上天皇の待遇を受ける。映画の絶頂に至った、源氏だったが、アニス作員の出家に際し、源氏の性質にふさわしい好期で有力な貢献がある。妻がいないことにかこつけて、内心王の被護者に留め、女三宮の効果を打診される。 富士壺亡なき後も今なお彼女への思いをさえがたく、女三の宮が紫の上同様に、富士壺の命であることにも心動かされた源氏は、これを断ることができなかった。しかし結婚してみればただ幼いだけの女三の宮に、源氏は失望し、また女三の宮効果に衝撃を受けた紫の上も、苦悩の末病に倒れて、六条院の映画にも次第に影が差し始めた。 やがて、源氏自身がかつて父切壺帝を裏切ったように、女三の宮の三つが発覚する。一度は、女三の宮とその愛人の柏木に怒りを募らせた、源氏であったが、生まれた子供を見て、これが若い日の罪の報いであったことに気づかされる。その後、女三の宮の出家と柏木の死で、さすがに怒りも和らぎ、またなき父帝も、 源氏の過ちを悟っていながらとがめなかったのではないかと思いを馳せて、源氏は生まれたこの秘密を誰にも言わず自分の子として育てることになった。最愛の紫の上の死後は佐賀に引退して2、3年出家生活を送った後に死去したことが後に宿り木で述べられる。なお出家から死までは作中には描かれず、本文の存在しない雲隠れが源氏の死を暗示するのみであるとも、 また本文は失われたとも言われる。現世の繁栄を享受しながら常に仏道を思いにもかかわらず女性遍歴を繰り返すという人物造形は次の世代のカオルトニオーミヤにそれぞれ分割して受け継がれる。またしばらく後に書かれたサゴロモ物語の主人公であるサゴロモ大将にも影響を与えている。坂井大は著書日本を作った十二人において 源の頼朝、織田信長、徳川家康らと並んで光る源氏を取り上げ、平安貴族の典型としての光る源氏は虚構の人物ながら、後世の日本人に大きな影響を与えた光る源氏は日本人が考える貴族、上品な人の概念の原点としている。また、坂屋は日本には今なお上品で名門で善人だが行財政の実務など、 現実の政治には、能力も関心もないという、光る源氏型の政治家が時々現れ、国民に支持されるとして、この絵踏み丸を例に挙げている。国府になれる姿を持ち、光り輝く美貌を持つ。文部に優れ、学問、鹿、還元、古都、武学、絵画、記者の際も、軍を抜く。京都の清涼寺に、大きな阿弥陀仏があり、その説明書きによると、 阿弥陀仏は西涼寺に住んでいた、源の通るの顔を模して作られたものであり、源の通るは、光源寺のモデルと言われていることから、光源寺の容姿は、この阿弥陀仏と同じであるという趣旨のことが書かれている。ありがとうございます。